切るのは岐阜のようで、30番の中島選手が呼ばれています。はい、10番の選手変えてきましたね。これはどういう意図を感じますか。あ、チャンスですね。チャンスですね。岡山のチャンス、ゴール前に迫って左足シュート、ボールが点々としてゴールネットが入れました。背番号18番斉藤和樹、今季3得点目になりました。岡山後半に入って先制。ジョン・チュン軍からのパスでした。飛び出していって斉藤が中へと蹴り込んだシュート、ビクトリーに当たったんですが、これがゴールネットを揺らす結果となりました。大野さん、岐阜としてはこう隙を突かれたというか、スペースを突かれた形ですね。まあ、先ほどからもこういう縦縦の部分も常にできている